ちょうど、まあ、スーパーバイクで走られてて、あの髪の毛の色があのピンクとかあのだった時のをちょうどライディングスポーツとかその頃でいうサイクルさんとかでよく呼んで、雲の上の存在でしかなかったんですけど、そういうのを完全に真似て、まあ、つなぎはあの当時すごい高かったんですけど、そのつなぎ買ってもらって着てましたね、はい、もう単純に乗り方がかっこよかったっていう、はい、あのその頃って言ったらオーソドックスなあの、まあ、バイクのセンターに乗るっていう乗り方のライダーがすごい多かったように思うんですけど、浜乗り君はその時は、すごい体を内側にオフセットしてあのミニ小さいバイクを操るような乗り方で大排気量のバイク乗ってたんで、これだって言って真似して乗ってましたね。うまくいった？僕にはうまくいかなかったですけど、ただ真似はとにかくしてました。まあ本当にそうですね、あの僕のレース人生では吉村でレースするっていう設定というか、まあ社員の方が今言わないんですけど、まあ、声は絶対かからないだろうなっていうのは、まあ、感じてましたけど、まあなんかつながりというか、もうあれですね、運命的なものを感じますというか、ちょっと気持ち悪い感じですね、今の言い方だと。でも、嬉しいです、はい、とにかくトラブル起こしちゃったら、まあ、優勝はできないレース、まあ、近年のレースそうなってきてるんで、まあ、ノントラブルで、まあ、走り切るじゃなくてプッシュし続けるレースをしないことには勝てないっていうのは分かってるんで、まあ、それに向けて。そうですね、僕も同じでやっぱりプッシュし続けないと、特にライバルメーカーは強くなってきてるんで、あの、まあ、プッシュできるように今からきっちりマシンも自分も準備していきたいなと思います。そうですね、まあ、まずはでかい脚立に8時間社長に座ってもらってずっとラップタイムを測ってもらってとこからスタートですね。そうですね、どうですか社長いいじゃないですかやる何もいや、もう意気込みというか、もうそこのポジションしか考えてないんで、まあそこにどう持っていったらいけるかっていうのを、あの今探りながらやってますね。もう羽賀さんが加わったっていうことは、うん、チームの指揮が、ね、もちろん羽賀だし、アモレ羽賀だし、何がそんなおかしい？なんだ、ホールポジションタイムとか、それはもうこっち、多分お行のとこ、まあやっぱりちょっとずつでも自分のベスト更新してって。去年6秒55なんで、まあ、それを上回れるようにしたいです。誰よりも近く僕は羽賀のりさんとレースできるんで、いろいろ勉強させてもらって、今後につなげたいです。もうのりゆきさんってよく呼んで。あ、はい、あの、OK いただいたんで。何て呼べばいいんだろうって。ナイトロのに。ナイトロ？そうそう、二頭って言うじゃん、はいはいはい、あれアメリカ人が発表するとナイトロになる、うん、海外のワッツスノーバイクがあれみんなそうだよ、ナイトロノリチってそうする？ノリユキさんで行きゃさせてもらいます